こんにちは、ゆうゆうホルンです。北海道の方からファンレターをいただきました。ありがとうございます。では早速開けてみたいと思います。じゃん。ゆうゆうホルンさんへ前にもお手紙を書かせていただいたものです。うん、ちゃんと覚えてるよ。うん、家の状況が悪化してきてしまったと。はい。で、その助けを呼ぶ行動ってことで、その副担任の先生にね、これは何か紙に書いて何か渡したりしたのかな。うん、大切な先生を二人傷つけてしまいましたってあるけど、この行動では傷つけてはいないんじゃないかなと思います。うん、多分その先生は多分最初びっくりしたと思うんだよね。どうしたらいいのかなって分かんなかった。多分パニックになったかもしれないよね。その時にだからって言ってもうどうしたらいいんだってなるけど、やっぱりそのどこか自分は少しでも何かこう力になれたらと思ってね、気を利かせてって言ったらおかしいけど、だからその例えばその校長先生に言わないとかさ、周りにその話がいかないようにね、ストップしてくれたんじゃないかな。うん、親は自分のことがもう育てることはできないなどと言って、親戚の人に自分を預けようとしてくるんです。うん、それを言われてしまうとすごくショックだよね。で、親戚の人の家ではいい子でいなきゃいけないと思ってしまって、ストレスが溜まっていくと思うんです。うん、やっぱもちろんそのいい子でいなきゃいけないって思うところもあるし、やっぱりいろいろ気を使うよね。やっぱストレスはやっぱ溜まると思う。うん、で、そうだね、やっぱすごくこれ難しい問題だと思うんだけど、うん、ただもしその今この瞬間が辛くてどうしようもないね、もう今もう耐えきれない、もう今すぐにでもどうにかしたいってなってた時に、その親戚の方ってのは、まあどういった親戚の方とかちょっとね、詳しいとこまでわかんないから、ね、あまりいろいろ言えないところはあるんだけど、例えばその親戚の人のね、うちに預けるって言っても、例えばそのね、もうずっともうそのうちの子になりなさいとかっていうわけじゃなくて、例えばその短期間で1週間とか、1ヶ月とか、ね、決められたある程度その短い期間だけそのうちに行くとかっていう、まあっていうこともあるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、なかなかその天秤にかけてしまうとね、やっぱ難しい、すごく難しいと思うし、で、やっぱりそっちに行ってしまうと、本当はすごく苦しいんだけど、でもやっぱりね、変わってほしい、ね、大事にしたい、うん、っていう、なんかこういう、そういう思いをなんかこう手放してしまうような、うん、なんか自分はそこからなんか身を引いてしまうような、なんかそういう気持ちがちょっとあるのかなって、っていうちょっと思ったんだけど、うん、ちょっと枚数飛んでね、最後の方なんだけど、前回書いたのか書かなかったのか忘れましたかってとこね、ね、自分はもしかしたらこれかもしれないですっていう、うん、で、自分の周りに 4,5 人実はいるんだけど、うん、で、やっぱりそのやっぱ当事者じゃないとちょっとやっぱ分かんないところがあると思うしね、俺もやっぱりあんまり詳しくなくて、うん、まあ、もちろんその例えばお医者さんにそうなんですよってなんかこう決定づけられたわけじゃないしね、そこあんまり多分分かんないところってあると思うんだけど、そうだね、なんかその自分の知り合いにちょっと聞いてみようかな。うん、この一番最後のさ、そのお父さんの話ね、悪口の話ね、これね、すごく分かります。うん、そう思うと思う、本当に。うん、まあ、それでなんか行動に起こしたのね、もちろんね、ダメだけど、うん、それを言われるとさ、やっぱこっちがすごく傷つくんだよね。うん、やっぱこう周りに理解者がいない中でさ、ずっと一人でさ、耐え抜いてきたわけじゃない。で、やっぱ本当に辛かったと思うし、うん、やっぱさ、こう書いてくれてるけどね、自分は傷ついてるのに、傷ついた心も知らない人が止めさせようとしたりするとね、まあ、受け入れられないと、うん、ちょっと今ここから何が一体ね、できるのかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。お、またなんか入ってるよ。じゃん。なんでしょう。オープン。おー。ゆうゆうさん、ストーリー。いい曲ですね。大好きです。ありがとう。ね、上手だね。ありがとう。嬉しいな。それでは、お手紙ありがとう。ね、今ここから何ができるのか、どういう選択肢があるのかっていうのをもうちょっと考えてみたいと思います。それでは、ゆうゆうホルンでした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。